今年新たに世界遺産に登録された小笠原諸島の魅力を紹介するイベントが今日から始まりました。イベントの会場は銀座です。東京都心から1000キロ離れた小笠原諸島の大自然を 3D で体験することができるんです。ユネスコ世界自然遺産に登録された小笠原諸島、今回その独自の生態系や原生状態を維持する固有種を 3D 映像で楽しむことができるのです。英語では小笠原群島のことをボニーアイランズと言います。映像の中では小笠原特有のボニーブルーの海、一年を通して出会える南バンドイルカのほか亜熱帯の森などが紹介され、遠く離れた内地にいても小笠原の神秘的な魅力に包み込まれます。小笠原の自然遺産の価値というのが陸域それから海域というふうにすごくまとめられていますので、その辺を感じ取っていただいたらありがたいなと思います。このイベントは来月6日まで銀座ソニービルで開催されます。